です。どうも、ブレ。どうも、ブレイクスルー佐々木です。早速、トリビアの種やっていきましょう。ペンネーム、ミロカロス田中さんからのお便りです。僕は水タイプということもあって、水をたくさん飲むんですけれども、水をたくさん飲んだところで、全然体重って増えないなっていうふうに思ったんですね。というわけで、調べていただきたいんですけれども、人間って水をめっちゃ飲んだら体重って増えるんでしょうかということを検証していただきたいねというふうに思いましたので、よろしくお願いします。はい。というわけで、こちらのトリビアの種、言い換えるとこのようになります。人が水を1リットル飲むと増える体重は1キロ。はい、というわけで早速、検証やっていきたいなというふうに思います。はい、検証 VTR どうぞ。今回我々は水大飲み選手権大会年間チャンピオンがいるという北海道北部の山奥へとやってきた。ご協力いただいたのはパリピ大学水飲み学部の首席研究員を務めているというブレイクスルー飲みおさん。実際にやってみた。どうも、パリピ大学首席研究員のブレイクスルー飲みおです。はい、という茶番を置いておきましてね、まあ早速ね、まあ水飲んでいきたいと思います。で、今回はまあどういうことをやっていくかというと、まあこちらにね、プロテインシェイカーがあります。で、こちらのプロテインシェイカー、見えますかね。まあ多分見えない、透明で書いてあるんで見えないんですけれども、ここ 500ml の線があって、今 500ml の線のところまでこう水が入っている状態なんですね。で、今回はこちらの、水 500ml を2杯飲んで、まあ、1リットル飲んでいきたいなというふうに思います。で、最終的に体重が1キロ増えるのかどうかについて、まあ、検証していきたいと思います。それではまずは水を飲む前の体重を測っていきたいなというふうに思います。それでは、測っていきましょう。はい、というわけでね、実際に体重測っていきたいなというふうに思います。はい、体重測っていきます。乗ります。はい、今見えましたでしょうか。 69.4 度。熱くなるよ。4度じゃねえわ、 69.4 キロ、という結果が出ました。ちょっと重いですね。なんでこんな重いんでしょう。まあ、69.4 キロということで、水1リットル飲んで、これが 70.4 キロになるのか、はたまた 69.4 キロのままなのか、ということについてね、検証していきたいと思います。では、早速水飲んでいきましょう。はい、というわけで早速ね、こちらの、水、500ml を、飲んでいきたいなというふうに思います。それじゃあ、早速やっていきましょう。めっちゃ水多い。俺の、飲みたくないよ。飲みたくないけど、僕は飲むしかないんだ。飲むしかない。飲むよ。美味しいね。美味しいけど、水好きなんですけど。ね。やだ。今日、気温がもう氷点下行くので、氷点下なので、もうすごい水冷たい。お腹壊すわ、これは。はい、というわけで。水1リットル飲みました。はい、2杯目汲んでいきたいというふうに思います。はい、というわけで2杯目飲んでいきたいと思います。ちゃんと水 500ml あります。はい、飲んでいきます。
飲みました。というわけでね、体重が減ってしまわないうちに早速体重を測っていきたいと思います。それじゃあ体重測っていきましょう。はい、それじゃあね、水飲んだ直後でお腹もパンパンです。これ絶対体重は増えてるはずなんですけれども、どのぐらい増えたのか早速やっていきたいと思います。やっていきましょう。いくぜ。こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれた。人が水を1リットル飲むと増える体重は、行くぜ、 0.9 キロ。はい、というわけで今ちょうど1時間経過した後なんですけれども、1時間経過した後に体重っていうのはまあ、どのぐらい減っているのか、ということをね、ちょっと見ていきたいなっていうふうに思いましたので、まあ、そこまでちゃんとやっていきたいなっていうふうに思います。それじゃあ早速見ていきましょう。はい、で元々の体重が69.4 キロで、水1リットル飲んだとな体重が 70.3 キロに増えました。で、水を飲み切って1時間後、果たして体重どのぐらいになっているのか、見ていきたいと思います。それじゃあ見ていきましょう。69.3 減った。